お待たせいたしましたではただいまより第2部コスモボックス株式会社代表取締役社長 ceo で映画監督のコニー旬さんのトークショーを始めさせていただきますコニーさんは10代の頃学校に馴染めずいじめに苦しみ続けていましたが19歳で出会ったインターネット上の交流を通じて人々の温かさに触れ いつしか延べ100万アクセスを超えるヒットサイトの運営者となりましたさらにその後の様々な巡り合わせを経て映画監督となられたコニーさんの自分らしく生きるきっかけについてお話しいただきますそれでは皆様どうぞ大きな拍手でお迎えくださいコニー駿さんですよろしくお願いいたします どうも皆様、えっと、足元、えっと、悪い中、えっと、お越しいただきましてありがとうございます。え、監督の小西俊と申します。本日は、えっと、このような貴重な、機会を与えていただき、えっと、私自身もとても、あの、楽しみというか、えっと、ワクワクしております。 えー、私はですね現在あの自分の会社を経営しながら、えー、映画監督として、えー、実は来月、えー、劇場公開初長編ということなのでまだまだ駆け出しの映画監督ではございます、えー、そんな私がですねこのえっ、ー、と実は10年でえっ、ー、とまあここのまあ劇場公開に至ることになったんですが、えー、実はきっかけが22歳 23歳の頃にあったまあインターネットのまあ出会いということなのでえこう10年前を振り返って自分自身のまあ10年間振り返りながら皆様にどんなことがあったかっていうのをお伝えしながらえインターネットでどんなことがあったのか。 まあ結構あの先ほどの先生方が言われたのは LINE だったりとかえまあやはりちょっとセキュリティの問題というところでえなかなかネガティブなところが多かったんですけれどもえこの講演を当たるにあたってはえとご依頼主様からえポジティブな側面をぜひお話ししてほしいということだったのでえぜひポジティブな側面をえふんだんにちょっとお伝えしていきたいなと思っております。私私のの自己紹介皆様のお手元にあるかと思うんでですすけれどもえ私はですねえ デジタル世代なんですね1981年生まれでございましてちょうど2000年が二十歳でございましたこの講演でもちょっとキーワードに出てきますけれども2000年 20歳になった時にインターネットと出会ったことによって私はまあ自分の人生を救われたという経験がございますまあインターネットに人生を救われたなんてそんなギ業しいことあるのかなんて思われる方も多いかと思うんですけれども本当にあのデジタル世代からするとインターネットというものが切っても切れない関係、まあ、それがまさに私の世代だったんだなというふうに思っております20代は不思議な巡り合わせからですね映画の業界に入りまして短編映画というジャンルを学ぶことになりました この短編映画というのもなかなか皆さんにはこう認知しづ,らあのし,てしづらい分野ではあるんですけれども、えー、ジョージ・ルーカス監督やスピルバーグ監督なんかも必ず通っている、えー、短い映画を作るというような、えー、ジャンルを20代はやらせていただきましたその中でいろいろな映画祭に行ってあの賞をいただきながら短編映画あとは地域の映画あとは地域の方々があったかいなということを経験してきましたそして、えー、去年は海外の映画祭でも入賞をいただきまして、えー、晴れて 今年は劇場公開の映画を迎えることになりました。 また震災直後はです、ね、これも不思議なご縁から福島県の相馬市南相馬市に訪れて相馬の馬追いという平野正門から1000年続く行事を追いかけさせていただいて無償の DVD の配布活動ということも携わらせていただきましたここにおいても映像やあとはソーシャルメディアインターネットがもたらしてくれた出会いというのがこういうような不思議なご縁がつながっているなということでいろいろお話をさせていただきたいと思っております。 でですね、ここでじゃあ私がまあどんなえと映像を作ってきたのかやっぱり映像屋でございますので、えー、と映像で皆さんにご覧いただいた方が早いと思いますので自己紹介代わりとして私が会社をえと立ててからえと6年間なんですけれども6年間のえとデモリーールを今日は3分間持ってきましたのでこちらをまずはご覧いただきたいと思います。 ごご覧いいただきまましてありがとうございます、えーとまあ、自分は、えーとまあ、本当にあの、えー、大学時代は物理をやってたんですけれども不思議なご縁からです、ね、映画の業界に来て、えー、自身の会社を立てて、えー、そして、えー、短編映画を通じて学んできたことをどういうふうにこう社会につなげていくかということで今は企業様のブランドやあとは商品をショートフィルム化するというところで会社の事業の一個の軸にしておりまして、えー、並行して、えー、映画を作っているという形でございます。 えと本日はですねあのこのような機会、えー、と初めてですね私はえっとインターネットについてえっとお話しくださいというふうに言われまして、えー、どんなことがいいのかなって考えたんですけれどもさ、えー、まざまなこう観点からそうだ10個ちょっといいこと挙げてみようかなと思いまして、えー、と10個の授かり物ということでこんなふうにちょっとラインナップを挙げてみました。 えーと先ほども申した通り私は実はえっと大学時代は物理を勉強してましてえあれですねあの担任になった先生はあの大月教授という UFO とかプラズマの先生あの先生は2年児の担任の先生でございました。 でえー、と大学時代はまあ物理を勉強しながら、えー、と大学の4年生の時は心理学を勉強してカウンセラーを目指すきっかけになったのもインターネットが授けてくれたご縁でした、えー、とそんなまあインターネットだったんですけど私自身こう振り返ってみると実は幼少期から結構まあいじめられてて、えー、クラスの学校のことはなじめなかったあとは学校の先生ともなじめなく一番大きかったのは まあ両親なんですね、えー。今になってみるともうこの年ですので、えっ、ー、と両親に対しては感謝の気持ちが絶えません。ただやはりあの小さい頃受けた気持ちというのはかなりやっぱり、えー、両親とズレがあったなというところで、どうしてこういう風うに親子っていうのはずれてしまうのかなっていうところにずっと悩んでおりました。 あとは学校にも馴染めるというところで、えー、と自分自身、やはりそういうふうに家庭でも馴染めず、えー、学校でも自分が馴染めないとやっぱり自分自身生きててダメなのかな自分が悪いのかなっていう,ふうな気持ちを持っていたのが幼稚園から小中高大学ぐらいまでですかねで大学は大志望落ちたんですね。 大志望落ちてえっとまあ第二志望第三志望が受かってその学校に進んだときに自分自身大志望落ちてしまったイコール自分の人生がもうダメだ失敗だ落第だみたいな考え方を思ったのが十九歳でした <laughs> えっとこれ辺でやっぱりまあ自分自身その大学受験というのは一個のキーワードでやはり幼少期からやはり親子あのまあ両親の強い 希望もあってですねあの、まあ、大学は大志望を受かってほしいというのがあったんですけれどもやっぱり失敗してしまったイコール自分がダメなんだなっていう時にインターネットに出会って、えー、自分自身の考え方が大きく変わっただからまあ自分自身のインターネットに対する感謝があるということを今日はお伝えしていきたいと思っています、えー、本当にあのインターネットが自分の人生を救ってくれたというふうにあの今でも強く思っております ではえっと今日のまあ項目の10個目のうちの1なんですけれども、当時ですねえっと私がまあえっと大学時代引きこもっていたんですけれども、その時にこう遊んでたのはこういうチャットということで、まあチャットっていうのはえっと日本語で言うとまあおしゃべりということなんですけれども、当時まあ2000年でしたのでまだインターネットの速度がそんなに早い時代ではありませんでした。ISDN から ADSL にこう変わってようやく電話の回線固定回線からまあインターネットのこう専用の回線が増え 始めた頃でしたので、えー、昔で言うとテレ放題と言って午後11時以降、えー、インターネットのこう回線が少しこう安く使えるようなそんなサービスがあったんですねで、えー、当時僕はあの本当に大学を落ちて、えー、もう人生終わったななんて思いながらえー、っとなんかやりたいなというちっちゃい頃からまあ外にこう 発信する力と言いますか、外に出たいっていう気持ちは強かったんですけど、うちの父親はやはりま岩手の釜石の田舎の出身なので、かなり堅実に、あとはまあ長男ですからかなりこう真面目にというか過保護にま育てられたと思います。私自身やっぱり新しい発想を持ちながら親がこう堅実にいるためにどうしてもそれを押し殺さなければいけない、自分はいい子でなければいけないっていうふうに思ってたのが18まででした。で、ね、その時に。 インターネットに出会ってですねやはりもうどうしても結局大学落ちて自分自身がどこかにしゃべる場所がなければ、えー、息苦しいいじめられて自分自身がダメなんじゃないかなと思った時にインターネットと出会ってこのチャットに出会ったんですねでチャットっていうのは、まあ、おしゃべりをするっていうことなんですけれども、まあ、その当時は先ほども申したとおりあの回線がまだ早くないので今でいうツイッターとかああいうフェイスブックなんかは全然できない時代ですよね。その時にこういう 可愛らしいアイコンがついてるチャットって珍しいなその当時はまだ文字だけのチャットだったんでこういうアイコンなんかはついていなかったんですけれども、まあ、あのこういうアイコンがついてるチャットってすごく可愛いなまな、あ、昔からこういう可愛らしいとかデザインがすごく好きだったのでこういうチャットをちょっと探して、えー、とインターネットの、まあ、チャットに24時間、えー、使ってたというのが19歳の頃でした。当時はだから大学第二志望の ま早稲田大学なんですけど早稲田大学入ったんですが、えー、正直なところ大学の授業は <laughs> ほとんどもう出ておらず、えー、とインターネットの教室ですかねそこでもう24時間こうインターネットのことばっかりやってたというのが、まあ、その頃の思い出があります。まあ、えと私自身やっっぱりこう思ってののは、えー、学校,教学校の空間 あとは家庭の空間というのは本当に自分自身の子というものがあってですねもちろんなじ、えー、むということも大事なんですけれども私の場合はどうしてもやっぱりいかんせんなじめなかった、えーまあ、例えば小学1年生の時の思い出は小学5年生の勉強例えば算数が得意なんだって言って算数を小学5年生の勉強させてくれっていうと「いや小学1年生なんだから1年生らしくしなさい」とかやっぱりこう自分が思う発想を、えー、なかなか受け入れてくれる環境が学校にも家庭にもなかったというのが、えー、小さい頃の え思い出ではあります、えー、ただインターネット上ではやっぱりその,、えー、その環境というのはあ,ったかもあ,のある意味、えー、既存の環境にいなくてもいいわけであって、えー、自分の子というのが居心地のいい環境にいられるっていうのはインターネットの特徴なんだな。これはももううチャットなんかもそうですね、えー、例えば ある特定の話題をするチャットであればあこのチャットの話題は苦手だなと思ったら退席していいわけであって自分がやっぱりこう好きだなと思うチャットとかホームページにこう集まることができるこれはまあすごく今までの18年間いった人生の中で言うと全くなかった経験だったなということでインターネットがすごいはまってしまったなという真逆の環境だったということですね。 でまたあの私もやっっぱりちょっとあの癖がある人間であの幼少期から本当にテレビっ子でしてあの両親があの遅くまで仕事をする反面えおばあちゃんっ子でですねずっと家でおばあちゃんとあのテレビを見てたんですねなので実は幼稚園や小学校の頃見てたのはあの月九といいますかドラマだったりとかあとはえバラエティーの番組ですかねえそんなのばっかり見てたので周りの子たちに。こう ね、こういうようなバラエティがあるよとかこういうようなドラマがあるよトレンディードラマがあるよっていう話でもみんなねこうはてながくっつくんですねだから私の話っていうのがちょっとやっぱり視点が変わってたんだなっていうふうに思ってますでやっぱりこう考えることも例えばこういうお話を作ったんだよみんなで劇やろうぜっていうとちょっとなんか複雑すぎてわからないよっていう形で、まあ、小学生の頃はよく言われてたんで僕自身やっぱりこう考えていく視点とか見てるものっていうのがちょっとやっぱりずれてるのかなっていうふうに思ってました。 でもインターネットのチャットをするようになって気づいたのは世代を超えて例えば80年代のトレンディドラマ80年代のバラエティ まあ皆さん多分ねこういうようなバラエティよく見たなっていうのはあると思うんですけどもそんな話をすると同世代はリアルタイムで見てなくてもちょっと上の先輩とかあとは私のお父さん世代とかだともちろん見てるわけなんですねそういう方々とこう例えば「4チャンネルのこういう番組は好きなんだよ」とか「8チャンネルの9時からやってるこういう番組が好きなんだよ」っていうと「ああ俺も見てたよ」とかっていう風に話になるとすごくやっぱり私は嬉しくて同世代で話が合わなかった話がインターネットだとこんだけ盛り上がるっていうのは えー、本当にすごく自分自身ようやくしゃべれる相手がいたなというふうに感じたのが19歳の頃でした、えー、そしてまあやっぱりう嬉しかったことというのは問いかけてくれることですよね先ほどのまあこういうチャットに入ると、まあ、皆さん結構優しくてですね「こんにちは」とかあとは「名前は何なの?」とか、えー、どっから アクセスしてんのっていうふうにこう問いかけをしてくれる。なかなか学校環境だともうすでに名前が分かっていて、えー、同じまあ、どういう属性の方が、えー、とまあ教室に集っているかっていうのも分かっているような状況ですので、なかなかそういう、えー、当たり前の質問を問いかけてくれるという環境がなかったと思うんですね。まあ家なんかでもそうですね。私自身がこうやっぱりこう父親からえー言われたことっていうのはやっぱりもう大学入れとか、えー、勉強が大事なんだっていうことで、私がドラマとか お笑いが好きなんだよって話は一切うちの父親とはしたこともなく母親もかなり厳しい人間だったのでやっぱり幼稚園から塾に行かせるということでえ僕自身そのなんかこう家族のえと自分の本音で話したっていうのは実はいまだにこの年になってもなくてですね えまあそんなこう自分の本音でしゃべれる場所がこのチャットだったななんていうふうに思っていますやはりそのの時にややっっぱりり嬉しかったのははねねてくれるっていうことです、ね、あのやはりこう親とかどうしても仲間っていうのはこうだこうだっていうふうに言うんだけれどもまずこう聞いてくれることによって自分自身がしゃべるきっかけを与えてもらえたこれっていうのはやっぱり顔が見えないチャットだからこそ、えー、先ほどの学校とか、えー、家とかでいうとやっぱりこうフェイストゥース2フェースでこう見えてしまうもちろんフェイストゥース2フェースのコミュニケーションは大事ではあるんで ですけれども、えー、顔が見えないことによるある意味こうコミュニケーションの特性というのもあるんじゃないかなというふうに感じてはいます。本当にあの問いかけてくれる何気ない言葉というのがチャットでは嬉しかったです。あとはですね、えー、これも大学私はあの物理学科入ったんですけれども、私はちょっとひねくれ者でして。 あの物理は実は受験ではもう一番苦手な教科だったんですね。で、このだけこう苦手な物理という教科はなんでこんなに苦手なのかっていうのが分からず、それでまあ物理の先生になってみようかなということで、えー、物理学科に入ったというえっ、ー、とまあ、えー、経緯がありました。その時にまあ大学のえっ、ー、とまあ え教室でこういうようなホームページですね、ホームページのこう作るものってこうソースと言われてるんですけど、こういうような英語がダラダラとこう並んで、ホームページをつかさっているんですけれども、えー、こういうようなことって学校では教,わってく教えてくれなかったな、あこれなんか英語に似てるけども、ちょっと英語とはまた全然違うんだなということで、あのやっぱりすごく驚きがありました、えー、とインターネットって表面上はこんなふうに見えてるけれども、実は裏側では全部こういうような言葉で書かれてる。 まあもちろん私たちが使っているメールとかも同じなんですけれども、暗号化されている、えー、こういうような世界があるということは私自身小さい頃から興味がありましたけど、19になって初めて知ったあもっと早く知りたかったなというのは正直、大学の,そのパソコンルームで感じていたことがありました。えー、っとこれはですねあのまあ不思議なご縁がありまして、 えーまあ、私自身、えー、と先ほども申した通りありインターネットをずっとやってたんですね、えー、となぜかというと大志望の学校に入れなかったイコールもう目標がなくなってしまったなのでまあ19歳の時にはインターネットの世界で自分探しをしていたというのが、えー、正直なところですそうするとインターネットの友達というのは例えば大工さんだったりとかあとは全然こう知らないような大学の女子高生女子大生だったりとかあとは何ですかね ニートとととか本当にあののいろんな属性の方々と出会うことができました、まあ、私自身こうやっぱりあの進学校に行ってたというのもあるんですけれども目指すはやっぱりなんとか大学とかお医者さんだとかっていうようなかなり目標が限定された、えー、世界の中にいたので私自身小さい頃、えー、テレビ子だったから俳優になりたいとか物書きになりたいっていう気持ちがあったにもかかわらず多分それを知らず知らず押し殺してきた自分が十、えー、何年間あったんだと思います。でででそこで、えー、とインターネットの友人はですね先ほども お伝えしたた通りねねてくれたんです、ね、どんな夢があるの何がしたいのどんなことが好きなのこれは18年間本当に私自身が経験してこなかったことです意外とまあ私みたいにもいい大人になればちょっとこう特徴的な環境にいたんだねっていうふうに自分自身が置かれていた環境というのはまあちょっと一般的じゃなかったのかななんていうふうにも振り返ることはできるんですけれどももしかしたらねこう同じような 受験勉強や大学のま受験の中で、えー、ま一生懸命やってきてる学生さんの中にはそういう学生さんもいるんじゃないかななんて風に感じたりはします。まあ、その中で私が出会ったのがまあテリーズワンダーチャットというテリーさんという管理員さんがやってるチャットだったんですけれども、まあそのチャットがですねかなりまあ人気サイトでした。ヤフーなんかで言うと十 何位ぐらいにこうランキングされるようなすごく人気サイトを作っているサイトがありましてそのサイトに私はまあずっと24時間こう楽しかったんでこう入り浸ってこういうふうにカタカタやってるわけなんですねである時ですねまあ私がこ,うここのチャットの常連さんになったんですねもう何度もこう24時間いるんでまあ,あいつはいつもいるチャットのメンバーだなということでまあかなり認知されるようになりましたえーその中でですね 実はここの作ってるこ,う、まあ、このホームページじゃないんですけれどもこのテリーチャットを作ってる管理人さんというテリーさんというのはすごい方なんだよという噂がこうチャット上で出てくるんですねテリーさんあそういえば僕が通ってるチャットってそもそも作ってる人がいて、ね、こう既存であるわけではないでこのテリーさんという人はどんな人なんだってこう聞いていくと自分の大学の一個上の政治経済学部の先輩だということが分かったんですね。あそんんななにこうこの可愛ららしししいポストトペットをあしらってしかもみんながこう アクセスするようなサイトを作る人ってすごい頭よくてなんか憧れるなっていうふうに自分の中で憧れの人っていうのがそのテリーさんという管理人さんでしたで半年間私が2000年から、えー、ですねずっとこう遊んでいて2000年のちょうど今ぐらいの10月11月ぐらいですねえー、っとですねちょっとある事件が起きました どんな事件かと言いますとですね、えー、私自身、ずっと小中高といじめられてきたので本当にもういじめられっ子の、まあ、ある意味代表格みたいなもんですのでもういじ,められいじめられる手法に関してはまあ慣れてるわけですね。揶揄されるとかワイシャツが汚されるとか物ののが隠されるなんていうのはもうずっとやってこられたので、まあ、もういじめられる子ってこんなもんだよなでもインターネットは自分の居心地のいい世界なんで、まあ、いじめなんてないだろうな。 思っていたらですねいろんな掲示板に私のハンドルネーム荒らされてたんですね、こう書かれてたんです、いろんな掲示板で。で、その時にチャットにいつものように遊びに行くと、おい、お前の名前がいろんな掲示板で書かれてるよ、これ、いじめじゃないかとか、お前なんかちょっと狙われてるんじゃないかということで、ちょっとびっくりしたんですね、いやー、学校でいじめられてようやくあの自分の世界ができたのに、インターネットの世界でもいじめられるようになっちゃったかということで、かなりその瞬間は。 苦しんだんですけれども、実はその書き込みがですね女の子からの書き込みだったんですね、でしかもあの携帯番号が書かれていると、まあ、今でいうとちょっとなんか怪しいなという感じもしなくはないんですけれども、なんかこう仲間内から言われるのは、なんかその女の子はかなり悲痛なメッセージで、なんかお前のことをいじめてるんじゃなくて、どうしてもなんかこの電話番号にかけてほしいらしいから、ちょっとかけてやれよ、本当かな半信半疑でかけてみるんですね。半半信半疑でこう携帯電話をこうかけると 女の子が泣いてるんです、えー「私はテリーさんのお友達で」って言ってこの管理人さんのお友達だそうで私は愛知にいるんだけれども私はまあそのテリーさんのご家族から、えー、お通夜のお知らせを受けて、えー、あなたに連絡しましたあどういうことなんだっていうとその管理人のテリーさんというのは昨晩なんか事故で亡くなったらしいんですね。 高田馬の場ババのビルの5階から亡くなってしまったということでそれを受けてその女の子は急遽誰か東京の仲間をこう呼び出さなきゃいけないということであの私は後輩だということを風の噂で聞いたそうなんでそれで私にこう直接電話で連絡を取ってきたそうなんですねで私自身もそれを聞いててびっくりしてですね。 まさかそのテリーさんという方、まあ、このテリーさんという方はかなりお忙しい方だったので、えー、帰ってくるその時間帯というのも深夜の2時とか3時なんですねなのでこのチャット上には現れないんですけれども掲示板に書かれている女の子たちが例えば「遊びに来ましたテリーさん」とか「このサイト可愛いいですね」っていう掲,あの掲示板にいろんな書き込みをこう小学生とかその中学生がしてくれるんですけれどもその掲示板の書き込みにこのテリーさんは深夜の3時とか4時に 遅い時間なんんでですすけれれども書き込みをしてくれるんですねあこのテリーさんというのは3時4時までバイトをしてるんだ、ね、しかもちゃんとそのこまめに1日な10何件も返信をしているなんてこう優しい人なんだって思っていたらですねまあ亡くなってしまったとで実はこのテリーさんとはですね私はえ5日前ですねインターネットのメッセンジャーというものでやり取りしてました。 えー、偶然にもその遅く来る伝説の管理人のテリーさんがですねあの私が深夜2時、3時遊んでたらばふとその、えー、メッセンジャーという、えー、個人と個人がこう会話をするような、えー、そういうまあアプリケーションがあるんですけどそこにこう現れてですね、えー、君のことを僕は知ってるよって,って僕はチャットに現れないけれども毎晩毎晩家に帰ってきて君のことを見てるんだよって君は大学の1校下の後輩なんだねっていうことを全部なんかこうチェックしてるんですね。あこの管理人さんすごいな あ全然チャットに遊びに来ないのにちゃんと自分の訪れるその常連さんのことをちゃんとこう調べてくれてる、はあったかい人がいるもんだなであの、まあ、興奮ながらこのメッセンジャーを通じて会話をしてたらです、ね、そのテリーさんはやっぱりまあ一行上の先輩なので私のことを大熊行動で会ってご飯をご馳走してあげるよということであの約束してくれたんですね1週間後ご飯をご馳走してくれるよと。 私自身はずっといじめられて,てあて社交的ではなかったので先輩なんかもやはりできなかったのでチャットを通じて、えー、大学の学部は理工学部と政治経済学部なんで全く違うんですけれどもチャットというところを通じて1個上の学年の先輩しかも自分自身が憧れるような頭のセンスあとはデザインのセンスを持っている人あここは僕はもうこの人を師匠さんと慕ってないろいろ教わりたいなと思っていたのが5日前でした。 そしたらばですねその5日後にその愛知の女の子から事故で亡くなってしまったと、まあ、ご家族からちょっとその話はかなり繊細なんで具体的なお話は聞けなかったんですけど、まあ、過労の事故なのか自殺なのかっていうのはまあ分からないんですけれどもた多分事故なんだろうなな,なぜかというとまあ私がその2日後に会う約束してたからなんですね。だからまあ多分 お疲れ多分事故で亡くなってしまったんじゃないかなというふうに私は感じてますでそのテリーさんという方のおつやですかね、えー、翌日も服を着て、えー、埼玉の大宮の方に行ったのを覚えてます、えー、不思議な感覚です、えー、と2日後に初めましてをしようとしてた人のおつやにですねも服を着て、えー、行って、えー、不思議な感覚ですねあのお葬式会場にこう行くと あの私も19歳なんであのまだそういうような葬儀の場というのをこう経験してきてないあの年齢でしたので喪服を着てこう会場に入るとそのテリーさんの家があってですねすごく若々しくてイケメンな男の子なんですね。でまさか本当にそのいろいろとインターネット上でこう聞いてるけれども。 まさか亡くなってないだろうと思いつつもやはりその家を見ると実際にあこの人が管理人のテリーさんなんだなっていうことですごくなんか実感とあとは悲しみが湧いてきてでですねで最後、お見送りのところで棺、えー、で皆さんお別れをするんですけれども棺のその蓋を開けて皆さんお別れをする際に、えー、そこで、初めましてというふうに、えー、伝えました。 なんかあの自分自身を作ってくれたインターネットの,そのチャットのサイトを作ってくれた管理人さんともう少しで会えるはずだったのに質疑の中で始めまし,したそれが2000年の10月でしたですので21世紀というのは不思議な時代なんだな会ってない人のお葬式に行く、えー、そういうような時代なのかなそんな不思議な経験をしたのが19歳の頃でしたまあ私自身そのテリーさんのが亡くなったということを気にして あこの素晴らしいサイトを作ったサイトがなくなっちゃうんだどうしたらいいかって思ってこのまあインターネットの言語である HTML や CSS という言語を勉強したりとかして自分自身が物理をやるというまあために物理学科に入ったんですけれども当時はもう本当にパソコンルームに入ってそのテリーさんのホームページを引き継ぐためにはどうしたらいいんだということをずっとやってたのが19歳の頃でした。 それでですね、えー、とそのテリーさんが作っていたポストペットのサイトやチャットのサイトですねそこをえーとまあ更新していく中でいろんなえと小学生が遊びに来るようになりました、まあ、こんにちはとかこのサイト何なんだっていうふうに結構あの子どもたちが遊びに来るようになったんです、ね、でその時にやっぱりあのマナーがなかなかできてない。 オッスとか、えー、となんか混ぜてくれようってなっててやはりその大人の世代とその小中学生の会話の世代がかみ合ってないっていうことに、えー、と自分自身がそのテリーさんから引き継いだチャットを通じて、えーまあ、感じてました。だからこれはちょっとあのー マニュアルを作らなきゃいけないなということでえと22歳の時に作ったのがこの「ネチケットって何?」というページでしたえとインターネットのチャットを通じて皆さんその挨拶の仕方とかあとはまあリテラシーというかそのマナーですよねえどういうふうにしたらいいのかっていうふうにえとするものがなかったのでこれは自分で作ってしまおうということでえと小学生にも分かりやすいようにルビーを振ってえとまあこう作ったんですけれどもえこのサイトを作ってえとですね まあ半年ぐらい経った時ですかね、とある、えー、テレビ局の番組からです、ねえー、こんな電話がありました、えー、長崎で掲示板で、えー、悪口を書かれた女の子が、えー、同級生を殺してしまったと、でそれが2004年だったんですけれども、インターネットというのは、その掲示板で何が起きてるんだ、えー、同級生が悪口書かれて、小学生が殺し合ってしまうってどういうことなんだということで、突然、とある番組から電話がありまして、 あそんなことが事件であったんだなで私自身がやっぱり、まあえー、と関心があったのはやっぱり小学生が分かりやすいように、えー、ルビーを振ったりとかあとは分かりやすい言葉を使いながら、まあ、優しくこう、えーまあ、表現をしてたんですね、まあ、それでぜひ、えー、取材をさせてほしいということでそのテレビ局から急遽、えー、取材を受けることになりました、えー、自分自身、まあ、幼少期からテレビに憧れていた世界憧れてたテレビの世界の人たちとこう間近にこう いいきなななり会うようよになっててししまいましてなんかすごく高揚するとともに自分自身が書いた文章がこれだけ世の中にこう反響があるあーすごく嬉しいな自分自身がやりたかったことって俳優だったりとかあとは脚本家だったりとかものづくりがしたかった幼稚園の頃小学生の頃でしたけれどもようやく22歳自分自身がサイトホームページを作ることになってこうやってテレビ局から取材を受けるあなんか不思議な感覚だなというのを感じたのが22歳の頃でした。 えっとまあ、そこの頃からですねやはりあのいろんな方からメールを受けるようになりました、えー、例えば恋人と別れたいからどうしたらいいんだとかあとは今、いじめられてるからどうしたらいいんだとか、えー、いろんなその悩みの相談を受けるようになったんですねでいろんな悩みの相談をこう受けるようになったときに私自身こう感じたのはあいろんな人の話を聞くということがすごく大事なんだなというふうに感じました。えー、私自身やっぱり幼少期から えー、目指せなんとか大学っていう形でかなり、まあ、勉強ばっかりをさせられてきた、えー、人生だったと思います、まあ、その中で自分自身がやりたかったことっていうのを見失いながら19歳の時にインターネットに出会ってテリーさんが亡くなって22歳の時にホームページが、まあ、ヒットしましたそしていろんな方がメールを送ってきて、まあ、やはり嬉しい反面、えー、とやっぱりまだ、えー、その頃も何て言いますかねインターネットでこう誹謗中傷を受けたというようなあのそういうようなっ、えー、と なて言いますかね、こう問い合わせのメールなんかももらってきました。えー、その中で私自身、こんだけこう人の話を聞くんであればカウンセラーになろうかと思ったのが22歳の頃でした。えー、元来から結構人の話を聞いたりとか、えー、翻訳をして、えー、とわかりやすく伝えるというのが小さい頃から好きでしたので。 そか自分自身、これはカウンセラー目指そうかなと思っていたのが22歳です。なので、早稲田の臨床学部の方にこうに無理やりこうまあ聴講してですね、えー、とカウンセラーの勉強をしていたのが22歳の頃でした。 まあ本当にそのインターネットでえ子供同士が悪口を書か,かれてえまあ本当に殺人事件が起きてしまうような時代だからこそ人の心っていうものがやっぱりまあいじめられてた自分の経験とインターネットというコミュニケーションの新しい世代というものがえこれからもっともっとその聞くということあとは感じるということすごく大事なんじゃないかなという,ふうに思ってえ22歳の頃はカウンセラーを目指してました。 まあその中で、やはりあの思ったのはインターネットというのはすごくいろんな職種の方と出会えるなというふうに感じていましたやはり大学私自身、第1志望、まあ、東京大学を目指してたわけなんですけれどもやはりこう目指してた東大っていうのも何て言いますかね東大に行けということだけであってなぜ東大に行くかということは正直あの考えてこなかった人生があったと思いますでやはり身近,な先生と身近な職業というと小学校の先生 まあととは父親の職業という形ですね、えー、と私自身もやっぱりこう、えー、教えることが好きだったんで、えー、物理学科に進んだのもやはり予備校の先生というのが、まあ、職業の一つにあるんじゃないかなということで、えー、物理学科に進んだというのもあります。あとは親父,父親が、えー、建築士なので理系に進まなきゃいけないという、まあ、そういうい先入観もあって理系の方に進んだというのもありました。ただインターネットの 世界を通じてライターさんやあとはデザイナーやあとは建設業者の方や俳優プログラマーあとは絵描きさんとか本当にその自分自身が18年間学校の空間では出会わないような人たちとしゃべることができたこれはすごく自分自身には驚きであってやはり仕事に対しての関心というのが強かったんですけどどうしても東大に行け大学に入るんだっていうようなその結局 まあ逆転現象ですよねなぜそこに行くんだじゃなくてもうそこに行くことがやはりまあ幸せなんだというようなあの風に襲われてたと思うので自分がその19歳の頃インターネットに出会ったのは社会のいろんな人たちの接点をあのまあ授かったでその方々と会話ができた。 世代やあとは肩書き身分を超えてしゃべることができたというのはすごく自分自身が出会いたかった場所だったと思いますやはり幼少期から人と接するのがすごく好きだったんですけれども学校空間や家庭ではなじめなかった中でチャットというのは本当にその時間や場所を問わずにいろんな人と出会うことができる、まあ、これは本当にあの自分自身が小さい頃から目指していたというか出会いたかった場所だったなというふうに感じました。 まあその中でですね、えー、と私自身、やはりあの踏み出す勇気ということで、えー、カウンセラーを目指してたんですけれども先ほども申したとおり元来、あのものづくりが好きな人間で特に詩を書くのが好きでしたであのその頃になりますとなんて言いますかねあの渋谷に出歩いたとかですねあのずっと引きこもってたんですけれどもあのインターネットを通じてオフ会というのがありまして インターネットのオンライン上じゃなくて、えー、まあ実際に顔と顔を合わせて会うオフ会というのがありますオフ会に会うとインターネット上で先ほどのようなこの顔のアイコンをつけた人たちが実際に全然違う顔なんですよねもちろんなんですけれどもびっくりするわけですよあ君あんな可愛い名前なのにこんなにこうごつい体してるんだとかそんなことをこうあの楽しみながらオフ会というのにこう出歩くようになってですねオフ会に出歩くと自分が19歳の頃ですからやっぱり最年少に近いんですね。 なんですけれども上はやっぱり30代とか40代の人たちがチャット遊んでて今まで高校時代や中学時代は同じ年齢でしか会話ができなかったのにオフ会に行くと10歳、20歳違う人たちといろんなしゃべる話ができるこれは楽しいというのを思ったのがオフ会という空間でした。 オフ会にこう出ることによって自分自身が社交的に少しずつなり始めていじめられてて自分自身がやっぱりこの生きててはだめなんじゃないかなっていうのが受け入れてくれる存在がいたっていうのがやはりそのチャットの空間にはいたというのが大きな、えー、とまあ気づきでした本当にあの自分自身の話を聞いてくれる先輩方、えー、と人生の先輩方がたくさんいたっていうのが19歳の時すごく嬉しかったですそして、えー、とまあその、えー、と社交的になるというところから自分自身 勉強以外に何かできるんじゃないかなと思って作ったのがこの絵本でした渋谷の露天商さんに話しかけてですね絵本が作りたいであなたの絵は素晴らしく可愛くて私自身も実は可愛いものが好きで,でこういう可愛らしいものが好きだっていうと男子校なんですけどもやっぱり男は凛りしくなければいけない。 うん可愛らしいなんて女の子っぽいってそういうところでもやっぱりずっと小さい頃からいじめられてたわけなんですけれどもやはりこういう可愛らしい絵を見て私はこれがすごい好きで,で僕は詩が好き絵で詩は描ける絵は描けないけれども絵本作らせてもらえませんかということで、まあ、この絵描きさんに嘆願したところ、まあ、この絵描きさんもプロの作家さんなんですねで、まあ、このプロの作家さんが今露天商してるってことはもうかなり業界の中で揉まれてまあいろんな経緯があって。 渋谷の露天賞をやることになって、まあ、僕自身そういうような、えー、お誘いは受けるんだけれどもあまり関心はないんだけれどもコニー君しつこいからいいよってあの君がもしこれを商売じゃなくて自分自身の作品として持ち歩くんであれば、えー、僕の絵を特別に貸してあげようということでこの村田さんという方から。 絵をお借りしましまたでこの絵本を作ってですね、えー、と持ち歩いていたところ、えー、高校時代の同窓会ですねこれも社交的になった自分だからこそ、えー、まあ踏み出せた一歩だと思うんですけれどもその同窓会でこの絵本を見せたところ、えー、実は俺は脚本家を探してるんだっていうふうに同級生が言ってですねその同級生はま映画会社の。 社社長長ややっっててるるととすごいね若いね若のに社長やってるんだと私はだから、えっとまあ、この絵本を見せて、えー、自分自身は言葉をつづることはできるけれども、まあ、もっと何かやりたいことがあるその時に、まあ、映画の道で脚本書いてみるのもありなんじゃないかということで誘われて、まあ、映画の下積みをしたのが、えー、と23歳の頃でした、まあえー、とそんな経緯があってですねあの私は、まあえー、と映画業界にこう来るようになったんですけれども、あのーまあえー、そうですね えっと、今は、まあ、思うのは、やはり、インターネットは現代の寺子屋なんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、本当に、あの、いろんな、こう、情報が、ありまして。せっかく、あの、ホワイトボードも用意していただいてるんでね、あれなんですけれども。えっ、ー、と、今まではですね、あのー、まあ、やはり、あの、ブログ、ホームページ。 ですねえー、ホームページがありましたとでホームページ見てくださいねってなってた時代がです、ね、今度はこう、まあ、ブログですよねで今度はこれがフェイスブックやツイッターという形でどんどん,どん,どんこの情報が大きくなっていってでしかも速度がどんどんどん,どん速くなっていくんですね。 でまあ、その時にやはりあの感じるのは、えー、と先ほどまあチャットなんかでもそうなんですけれども今までの情報というのはある主体の人たちがこれをこう発信していく、まあ、マスメディアとか、えー、新聞、えー、と大きなまあメディアなんかもそうだと思うんですけれども今までというのはあるものからこうトップダウンでこう来る時代だったものが情報がどん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 こう進んでくると時間がもうどんどん短くなっていくにつれて。 自分自身が情報をこうどん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 ん誰かにこう伝えていくという形で実はこう、えー、情報の発信者にもなりうるということですね。はい、その時にやっぱりあの私がこう先ほど聞く力、聞くことが大事だなと思ったのはやはりその情報を聞いてそれを判断するっていうことでそれを取査選択していってどんどん発信していく。これはまさにあの自分の ええと、なて言いますかね。ええー、と、相手に対して、こう教え合いっこしている、ある意味、こう、インターネットっていうのは、現代の寺子屋になり得るんじゃないかなというふうに思ったりしています。まあ、私自身も、あの、本当にフェイスブックがすごく好きでして。あの、すでに。あの、まあ。 もうこういうこい形で先ほどのスタート前の講演会のものは実はちょっとこう上げさせていただいているんですけれどもこういう形で,ですねもう今、Facebook というのは本当にもうリアル空間でこういう形で今のこの状況がもうこれ発信できます、もうすでにもう4名の方がいいねを押していただいたりとかですねもうあのいろんなこう情報が飛び交っています。 えーまあ、私がこれが一番最初に作ったホームページネ、えーね、チケットって何なんですけれども、えー、とこれが、まあえー、と昔のログをちょっと引っ張ってきて、ね、50万で止まってるやつをこう持ってきたんですけれども、えー、とまあこういうようなホームページを立ち上げてこれが2004年のことでしたで今日も登壇されている、えー、Web10110、えー、ですかね、えー、とこれも実は2004年の当時から実はえと注目してたりしていてちょうど先ほど見返していたらばそういえば。 あ,ちょっとありますねあのあのこの当時からもう常に着目してたんだなということもなんか10年前思って今日なんか、ね、お会いできてすごく嬉しかったんですけれども、まあ、こういう形であのホームページからツイ,ッターです、ね、ツイッターやフェイスブックという形で、まあ、本当に情報がすごく型になってきている中で、えー、今の時代というのは本当にその情報を伝え合う発信者であるんだなというふうに思っています。 でそしてまあ情報をこれからはやはりあの絞っていく時代に入ったんじゃないかなというふうふに思っています。えー、と今までは情報をこうあればあるほど嬉しい、やはりあの、えー、情報を発信する方々が限られているからこそ、えー、とこの貴重な情報、時間と空間ですよね、えー、ととあとはまああと媒体ですかね、限られていたものが。えーと 個人の,ものが方々がもうすでに自分自身がこう発信者になって時間や空間やあとは媒体も Facebook や Twitter や YouTube で動画であげちゃうっていうことでもうい,いろんな情報が今、えーまあふれ返っているとそんな中で、まあ、この Facebook というのはすごく使い勝手がいいのはやはりまあかなり、えー、と時間とあとは情報量の 中間あたりいるんで、まあ結構 Facebook っていうのは使いやすいんだなっていうのは私自身も使ってて思ったりします。やっぱりこれからの時代というのは、やはり情報をこうかっていく、情報を絞っていくっていうのもすごく大事なキーワードなんではないかなというふうに思っています。えーっとあとはですね、そうですね。えー、っと今までその私自身がやっぱり教育で感じてきたのは、えー、答え。 えと先生が例えばこの構図なんかもそうなんですけどもえお教室なんかで言うと先生が1たす1は2なんだよということを教えるという空間だったと思うんですけどもこれからの時代というのはえ先ほどのえとまあえお一人のシンポジウムの先生がおっしゃってたと思うんですけれども一緒にディスカッションをしていく一緒に考えていくここっていうのはすごく大事なんじゃないかなインターネットを通じてやっぱり思うのはえと相互で、双方向でコミュニケーションができるというのはすごく嬉しかったな自自分自身がいじめられたと。 お前はダメなんだお前は違うんだって言ってしまうとやっぱり塞ぎ込んでしまうところをまずは聞いてくれるまずは訪ねてくれるこのやはりそのファーストステップをインターネットが柔らかくこうつないでくれたということはすごく私自身インターネットというのはすごくいい面があるんじゃないかななので私自身が今大事にしていることというのはこのなぜをチームで考えるということですね。 え私自身、東大に行くと、えー、いうことも実はなぜということを考えないまま18年間来てしまったが故に多分、落ちてしまったから悩んでしまったと思うんですだからこれからは答えを出すということではなくてそのプロセスをなぜをみんなで考えていくこれをインターネットというのはもしかしたらえ何かこう手助けをしてくれるんじゃないかな例えば子どもたちがホームページやえー例えばデザインをしたりとかそういうものを作りながら世の中のなぜを一緒にこうニュースペーパーでこう書いていく。 もちろんそこには先生や大人のサポートが必要だとは思うんですけれども子どもたちが主体となってチームと立って社会のなぜを考えていく、まあ、私なんかは映像や映画をやってますので子どもたちが映画や映像を作ってみるっていうのもこれからはあるんじゃないかなというふうふに思っていますあとはですね、えー、と先ほどまああの能、えー、とまあ文字ばっかりが氾濫してたんですけれども私自身、やはりこうインターネットを通じてまずこのチャットのこのアイコンですね えー、可愛いなと思いました。そしてインターネットを通じてみると顔文字というのがあるんですね。同じやはりあのありがとうありがとうでもやっぱりこうにっこりしてるのとこう怒ってる。 このありがとうの差でもやはり同じありがとうでもこう顔文字というのはすごく面白い表現だなと思いましただからまあえっとなかなかやはり日本というのは私もあの映画をやるようになると海外の友人ができてですね日本というのはいい面がありつつコミュニケーションの部分ではある意味世間や空気を大事にするすごくまあ特徴的なえと国なのかなっていうふうに思っていますまあ私自身がいじめられてたのもある意味え学校空間や家庭というまあ空気を大事に するという中で自、えー、自分自身が馴染めなかかっったからなっていう,ふうに思ってまで、まあ、その時にインターネットというのは先ほどの LINE もありましたけれども、えー、スタンプだったりとか顔文字だったりとかこういうふうにこう、まあえー、表現できることによってあの文字では表せない感情というのを作れるなかなかやっぱり感情表現が苦手な子って言葉をどんなふうにやったらいいのかなとかいじめられちゃうんじゃないかなっていうふうに言葉を使うってことに結構戸惑いを思う。 子っていいううのもいると思うんですねでそういう子たちが顔文字を使ったり LINE のスタンプを使ってこうコミュニケーションをしていくこれはあたかも「うので会話をしていくっていうのはインターネットでならではのコミュニケーションなんじゃないかなというふうに思っています。 これからは私自身もやはり大事にしたいのは左脳と右脳のこの掛け算のバランスの時代なんじゃないかなというふうに思っています学校のやはり勉強とあとはインターネットのようなそういうデザインとか映画や映像のようなデザインとか言葉とかもそうですねデザインをしていくっていうこういう時代に入ってきたんじゃないかなというふうに思っていますあとはですねインターネットを通じて感じているのはこの3つの感というのが大事なんじゃないかなと えとどうしても私たちは何かをこう感じる時に主観から入ってしまうんですけれども先ほどのツイッターやフェイスブックなんかを見ていただくとえ誰かが何かを発信しているというふうにまず客観が生まれるんですね、この客観という視点というのはすごく大事なんじゃないかな。主観でここうう俺はこうだ 私はこうだ、もちろんありなんですけれども今、状況がどんな風に起こっているんだこの客観的に物事を見れるというのは、えー、すごく今、大事なんじゃないかなと思っています。あとは中間というのもキーワードなんじゃないかなという,ふうに思っています。えー、何かを発信するときに、えー、俺はこうだ、あなたはこうだ、だから違う、これだとやはり私自身がいじめられてきたように、えー、どうしても、えー、なじめないものは排除してしまういじめられてしまう。ももししかしたらでもその 赤と青の間には紫という色があるように中間があるんじゃないかなこの中間を考えていくっていうことをえーやっぱりえともっともっと考えていけるような環境っていうのがえインターネットでもどんどん増えていくといいななのでまあインターネットやはりこう使い勝手というのはまだまだえ問題あるところはあると思うんですけれどもやはり考え方として例えば 誰か誹謗中傷した、お前が悪い、わーじゃなくて、じゃあその子の良さが何なのかな、その子の実は良い部分ってあるんじゃないかなっていうふうに、そのまず逆な反面を見てみて、その良い点と悪い点のその中間を考えていく、どうしても私自身がいじめられてくた経験からすると、悪いっていうものがちょっと、どうしても多数になっちゃうんですね、お前はお俺たちの考え方から違う。 少人数だでもやっぱり少人数の価値の中にも正しい価値、まあ、正しいというよりかは、えー、尊重すべき価値というのはきっとあるはずなのでそのやっぱり中間というものをこのインターネットというところでも考えていくというのは大事なんじゃないかなとあとはこの共感ですね、えー、一緒に感じていくこれからはやっぱり共感の時代だと思っています。えー、今まではやはやりこう一方方向の えと情報ででしたのでこの情報をなじめるかなじめないかっていう取捨う選択がなかなかしづらかった部分ですけれどもこれからはいろんな人たちが個人が情報を発信し,していくことによってある一人の個人の 情報発信者が発信したことが共感するとマスメディアが10万人に発信するために、えー、とまあやってたことが1人の個人がもう10万人に発信できてしまうようなそんな時代に来ましたなのでこの共感をしていくっていうそのお互い感じていくということこれはまあインターネットというのは、えー、先ほど申したとおり、えー、顔が見えない媒体でありますのでなかなかじゃあ、えー、とその生身の感じって分かるのかなっていうふうに思うんですけども私なんかすると逆にそのまず 顔を見ないで感じていくっていうところにも一個のキーワードがあるんじゃないかなというふうに思っています。 えー、あとは、ですね、えー、先ほどのシンポジウムでもお話がありましたけれども、これからはですねやはり、えー、とネット世代の翻訳家を育てるということが大事なんじゃないかなというふうに思っています。えーまあ、いろんなその、えー、と情報がこう、えー、飛び交っている中で、この情報ってこうだよねっていうふうに、たぶん私自身が、えー、と知らず知らずやってきたことがそうだと思うんですけれども、えー、インターネットの世界で飛び交っていることって、難しい、わからない、ちょっとマナーがわからない。 とかセキュリティって怖いのかなということではなくてまずそれを一緒にこう考えていってこれはこういうことなんだよねとうう翻訳をしていく多分あのこういう翻訳家の、えーとまあ、数が、えー、まだまだ少ないのかなという,ふうに感じているのでネット世代の翻訳を育てるというのがこれから大事になってくるんじゃないかなという,ふうに思っています。えーまあえー、と私自身本当にあの、まあ インターネットで救われたのはネガティブだった自分あとはダメだった自分がポジティブに生きられるようになったそしてまあこうやって映画監督になるなんていうのはまさか自分自身夢にも思ってなかったんですけれども実は小さい頃2歳3歳4歳の頃に見てたのは本当にドラマの中の俳優さんだったりとかテレビの役者さんでした。 え学校から帰っていじめられて、えー、もう本当に泣きべそかきながらもう学校やだ家に帰ると今度は両親は勉強しろってなって自分自身の居場所がなかった中で唯一自分自身のよいどころというのはテレビの俳優さんでしたなのでまあ俳優さん私僕のようなこう勉強ばっかりやってるような人間がこういう芸能界なんか接点ないなと思ったらば、えー、インターネットのホームページを通じて テレビ番組から、えー、と取材を受けて、てそして映画の業界に来て小さい頃憧れだった芸能界に入った不思議だなと思った時にどこが転換期だったかなって考えますとやはりそのインターネットがこう自分自身を受け入れてくれたことによってネガティブだったダメな自分というものをポジティブにすることができたすごくそのポジティブな発想というのが大事なんだなと思っていますなのでやはりその先ほどの中間という話も出ましたけどネガティブとポジティブの中間をこうどんどん考えていくというのが、えー、すごく大事なんじゃないかなと。 その時にはフェイスブックのこのシェアの「いいね」ねあのやっぱりこういいねってこう言ってくれるってすごく大事だなと思います、えー、なんかこう君がここがいいんだなとかここがダメなんだなじゃなくて本当にそのフェイスブックの「いいね」って押してもらえただけでもなんかこうほっとしたりする瞬間があってなかなか。 あの顔と顔をつき合わせると「君表情いいね」とか「いいこと言ってるね」って言いづらいんですけどフェイスブックだと「いいね」って言ってくれるだけであ僕が考えたことって周りの人とか評価してくれたって思えるだけでなんかこう心がすごく安らかになっていくななんていうふうに思ったりしてます。 えもう時間も実はあっという間なんですけれども私自身が今やってることもですね、えー、と来月劇場公開するのが、えー、犬猫の捨てられる命ゼロを目指してということで年間17万頭、えー、犬猫が今殺処分を受けています、えー、これはやっぱり行政が悪いっていうふうに捉えがちな人もいるんですけれども実は行政の方々も犬猫がこれだけ捨てられてて殺したくはないんですねで、その反面やっぱり起きてしまっているのは犬猫を物化して飼ってしまうあとは飼い方がわからなくて、えー 安易に勝ってしまうというような状況が起きています。私自身やっぱりいじめられてて弱者の気持ちがすごくまあ、えー、染みついてますんで、犬猫のこせられる気持ちっていうのは本当に何かいじめられてることと似てるんじゃないかなということで、えー、このテーマを、えー、自分の初監督の長編映画で、えー、携わっていることはすごくあのー、なんか感慨深いなと思っております。えー、皆さんのお手元にあるえっ、ー、とまあ、チラシがそちらになります。 えとあとは、ですね今現在やってるごはん、えー、いろんな場所でこういう形で、えー、とコミュニケーションですね、えー、と演技をしながら皆さんにこう体験型で、えー、とお芝居をしてもらったりとかしながら映画の制作を通じてコミュニケーションを培ってもらうここにもやっぱりそのいいねっていうようなことに通じるような笑顔とかあとは触れ合うこと。 体と体が触れ合うことそして大人が無邪気にこう走り回ったりすることここには実はインターネット上で知らず知らずやってたコミュニケーションのチャットの在り方が、えー、今今度はリアル空間の中で私は今ワークショップとしてやらせていただいてますそして先ほど申したとおり、えー、a c e b o o k やツイッターを通じていろんな全国の人たちから連絡があって、えー、こういう相馬の間追いという福島の行事をお手伝いすることになりました 震災以降、行事が開催できないんじゃないかと危ぶまれた行事を映像の力で紡いでいって避難されている方々に DVD をお届けするという活動もボランティアとしてさせていただいております今日は最後になりますけれどもこのノーボイスの予告編が出来たてほやほやで持ってきましたのでちょっとこちらを見ていただいて最後の締めにつなげたいと思っております。 じゃあ、君の分身ってことで虎鉄ってのはどう動物はな話すことができないんだ8割なんだ8割、うん、辛いことが8割なんだ <laughs> 辛いのは犬猫の飼育じゃなくて人間の方なんだ飼い主見つかんないと殺されるんですか 未来ちゃんは生まれた直後右目と後ろ足を切られてしまい障害を負った状態で行政の動物愛護センターに収容された犬でした処分される時をただ待つしかなかった未来ちゃんを救ったのはあるボランティアさん来月杵、えーまあ、川を盛り再来月には渋谷のオーディトリウムで劇場を公開することになりました。 こうしてですね、まあえっと、本当にあの短い時間で1時間ですけれどもこうざっと振り返ってまいりまして、えっと、やはり私自身教育なのかなというふうに思っています、えっと、自分自身やはりあの、まあえー、勉強は好きでしたただ、えー、何か違うんじゃないかなというふうにこう感じてきましたで物理学科に進んだのも、えー、私自身がいた大手の予備校があるんですけれどもこの予備校の先生になりたいなということで、えー、物理学科に進んで でカウンセラーを目指そうとして、えーまあ、絵本を書いてでそしたらば映画の業界に来て監督になった本当にもう人生って不思議だな、まあ、これは本当にもう19歳の頃にチャットを作ってくれたテリーさんに本当にこう感謝をしながら自分自身がこれからこう伝えていきたいのはやはり子どもたちが、えー、と生き生きと笑顔で。 ポジティブにとというところですね、えー、となっていくときにインターネットっていうのはもちろんまだまだリ、えー、テラシーやセキュリティの部分でいうと、えーまあ、皆さん有識者の方々から、えー、としっかりと,、えー、とあれですねこう えー、作っていかなきゃいけないものというのがあると思うんですけれども私のように本当にこの自分の人生が、えー、閉じた空間からオープンに変わったネガティブからこうポジティブに変わったこういうふうにこうしてくれるインターネットの可能性というのはすごく大きくてですね、まあ、あの自分自身がこれからやっていきたいことというのはやはりこの映画やインターネットというものが、えー、とデジタル世代ですけれどもやはり、えー、まだ人類が、えー、と何千年という,こう人類の中で2000年からようやく十何年 しかないいい浅浅歴史ですですのでまだまだ確立していないことがたくさんあるわけで、えー、インターネットでもちろん殺人事件も起きてしまうような本当に怖い時代ではあるからこそ逆にインターネットをこうポジティブに使っていくためにはどうしたらいいかっていうのを積極的に考えていってそれを子どもたちに伝えていきたい、えー、映画を通じて子どもたちに伝えていきたいしインターネットの可能性っていうのは僕のようにこう人生ダメだなもう大志望落ちちゃったから苦しいな自殺しちゃおうかなって思った時に 作ってくれたインターネット、こういうふうに自分自身の可能性を受け入れてくれる場所がある、だから可能性というのは本当にこう広いんだなっていうことを僕はインターネットに本当に感謝しているということですね。えー、1時間あっという間でしたけれども、えー、と本日はご清聴ありがとうごござざいいままししたた貴重なお話どううもありがとうございましたご人さんでございました。 以上をもちまして人権シンポジウム in 東京のすべてのプログラム終了いたします。最後までご参加いただきありがとうございました。また手話通訳、そしてパソコン要約筆記の東京手話通訳等派遣センターの皆様、長時間にわたり本当にありがとうございました。皆様改めて大きな拍手をお送りください。 なおすでにご案内させていただいておりますが本日のシンポジウムにつきましては11月下旬から12月上旬頃に読売新聞の全国版に特集記事を掲載いたしますまた動画共有サイト YouTube の人権チャンネルに収録した映像を掲載する予定ですのでこちらも併せてご覧いただければ幸いですまたお手元のアンケート用紙につきましては受付に回収箱を用意してございます お帰りの際受付スタッフにご提出いただきますようご協力をお願いいたしますそれでは皆様お帰りの際には傘などお忘れ物なさいませんようまたお足元に十分ご注意ください本日のご来場誠にありがとうございました